お疲れちゃんさらっです。今日はですね、こちらのオーブンミラー枯渇やっていきたいと思います。ということで、昨日ね、枯渇動画か上げて、枯渇デッキ新しいのないんすよとか言ってたんですけども、偶然ね、先ほど見つけたんで、今日こちらね、まあ、オーブンミラーということで、まあ、ブンブン枯渇とでもね、はい、名付けましょうか。まあ、なんかね、オーブンミラーの枯渇って、昔というかね、なんか最近でも一応使ってる人がいて、なんかガゴ群れとか、スケルトン部隊とかが入ってることはあるんですけども、まあ、あとそれとはちょっと違うね。キョスケが入ってて、まあ、僕はちょっといらないと思うんですけどね。マジでゴルナイの被害者でしかないアウトローが入ってるっていうことなんで、まあ、もしかしたらこのアウトローの幕は、ほんとなんか違う数でもいいんじゃないかと思ってるんですけども、まあ、なんか替えが分かんなかったんで、はい。まあ、一旦これでね、やっていこうかなと思います。まあ、ゴルナイをね、引かなければ全然悪くないんじゃないかなってことで。さあ、ペッコっぽい顔してますね。ガゴー。ゴースト、まあ、言うの、はい。さあ、ザップ使ったんで、マスケブで守れるか。で、このデッキ、チナね、チャンピオンが入ってないんですよ。そのチャンピオン入ってないので、まあ、それだけでね、言ったら素晴らしい。もうそれだけでなんか、誇れるかもしれない。そう、もう最近チャンピオンがまず入ってないデッキっていうのが、まあ、少ない。まあ、あるのはあるんですけどね。そう、やっぱ、キョスケ関係。キョスケ関係ぐらいしかない、逆に。ああ、めちゃくちゃいい金起動だ。そう、キョスケが入るか、チャンピオンが入るか、まあそれ以外なんかで頑張ってるか、まあ、みたいな感じかな。さあ、で、今回の相手がマジックアーチャーじゃなくて、まあ、ガゴッチャンなんでね。いや、オーブンいいよ。この壊れてからの、やっぱ一体がね、オーブンの良さっすよね。さあ、頑張れ。まあこれ一生、キョスケも出さずに、ちまちまやっていくか。やめて。ああ若さの、出ちもうたな。あやぽさ、エレキ。まあ、こんぐらい吹き矢でいいか。まあ、いったなんかオーブン貯めていきたいっすね。そう。なんか他の小屋もな、まあ、他の小屋は、まあ、HP が少なすぎるか、さすがに。さあ、オーブン置いて。で、逆サイ工場ゴーストとか、まあ、工場ガゴとか多分来ると思うんですけど、まあ、それ全部アウトローで守れるっすね。そうで、ペッカ側はスキブとか、そういうのでやりながらと思ったんですけど、ゴーストちょっと嫌なんでね、アウトロー使っちゃった。これ、キョスケで内側に寄せて、オーブンに活かします。まあ、オーブン壊れちゃうんで、どうなんだろうって感じなんですけど。さあ。ああ、吹き矢にね、あっちのガゴをちょっと攻撃してほしい。あ、待って、キョスケが入ってる。いや、でかいよ。キョスケのバカだってさ、あれ700しかないの？言うて。もっとあるイメージあったな。700って少ない。え？ 700 は嘘でしょ？これどうやって見るんだ？見方がわかんないんだけど、これ。HP4700。キョスケのバカってそんなもんだったんだ。ね。綺麗なファイブが来そうな。本当に？いや、ちょっと検証できねえよ。いや、これ違う、嘘だよ、絶対。これ700は、なんかのダメージだ。そんな少ないわけないもん。いや、この LSP がなんか地味にいいね。しかもミラーもあるので、いや、ペッコマジでめちゃくちゃ相性いいかもしんないな。だからマジアチャがいると逆にね、ちょっと相性も変わっていきそうだけど、マジアチャいなかったらね。なんか、マザネクとか、そういう系が来るとちょっと厄介かもしんない。よいしょ。さあ、LSP。いや、いいね。で、これマジでどうやって見るんだ ?305、あ、分かった。ユニットへのダメージだ。そういうことだよね。あ、そう、ユニットへのダメージだ。タワーへのダメージとユニットへのダメージが違うっすね。そういうことです。はい。タワーとユニットへどっちへ行くのかによってすごい変わりますね。さあ、端前。お、キョスケが届かないか。さあ、ザップを使ってほしいけど、ちょっとだけ怖くなってくるか。まあでも、アウトロー、これ、ガチで、こういうペッカとか、陸系、ゴルナイいない相手にはマジで最強っすね。そう、アウトロー出していけばね、マジで守れる。で、オーブンもあって、何でもあるわ、これ。
これやばいね。あ、やばい、ミスった。さあ、あと残り19秒なのでゴリゴリいってこうか。オーブン置いて、いやー、いいザップでもナイス。ワンチャンなんか怖い。いや、アウトロ強、ごめんな、なんかいらねんじゃねとか言って。アウトローのおかげもあり、さあ耐えることができる。まあ、マジアチャゴルナイあたりか行くとちょっと嫌ですね、このデッキだと。なんか LSP ももしかしたら普通になんかね呪文でもいいんじゃないかと思うんですけど、一応これでねマルチ上位行ってる人もいて、まあちょいちょいなんかグルチャイとかでも使われてるかなっていうので、はい、見かけました。バインバインバイン夏バインってなんかあったよね、知ってる？知っても最近のマジで若い人はね知らない説が、なんかバインなんだ、 TikTok よりも前になんか6秒動画みたいなやつだよね、上がってなんかあった気がするな。バイン、まあ、それを名前にするってことは相当のインフルエンサーってことだね君。さあ、ボムタワーダクプディ、あんま見ない編成ですね。吹き矢で壊してもいいけど、あれ？壊されたのは吹き矢でした。これ、スケラー、全然、ロイジャイだけど、いや、強い。いやー、でかいなー、今の。さ、しかも、オーブンがね、頑張ってる。ダムダム気をつけ？ああ。さあさあ、まあ、これはアウトローですね。あ、でもこういう系がさ、アウトローめっちゃ強いね、そう考えると。なんかやっぱ空にも陸にも基本何でも受けれるよね、あいつが来なければね。ゴルナイが逆にいるおかげでアウトローの使用率も落ち着いてんのかな、どうなんだろうね。さあ、とりあえずボムタワーロイジェイっていうちょっと特殊なロイが来たので、一旦オーブン置きまくって考えようか。いやー、これオーブン1個目延命するか。で、ミラーオーブンしたかったんですけど。さあ。で、まあ、キョスケで、ボムが壊れたら、その分。お？なんで帰ってくる？その分タワーにオーブンが届く。行ってこい！これ2発、これも1発？いや、これだって、うん。許してくれないんだね。タル使ったね。タル使ったんで。いや、めっちゃうまいやん。トルネ。今のはうまいな。タイミング完璧すぎるな。さあ、で、僕はね、でも真ん中のベビードラが嫌ですね。このオーブン壊しに来るベビードラがあるんですけど。さあ、これボムのタゲを取れそうなんで、内側に IT。いやー、マジかよ。こっからね、ちょっとやばいのが、もうライトニング削りっすね。相手が一生呪文で削ってくる。そう、それがちょっと怖いので、もうゴリゴリね、こっち攻めていこう。相手もそうしたいような顔してるしね。延命。よしよしよし。いや、この延命熱いよ。この延命よ。これ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 。これ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 、やばい。お、いいんちゃう、いいんちゃう、いいんちゃう。で、いやー、でかい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 。いや、これね、これもうオーブンとアウトロー無双してる。よしよしよし。で、こっち側許容できるんだね。まあでも、まあまあまあ、ロイ出されたら普通に嫌だね、これ。トルネタルで全溶けしちゃう。さあ、吹き矢に誘ってるよ。タルを誘ってね。2回行っちゃう。さあ、視力の問題。いや、めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入る。ブンブン頑張ってんな。おー、ブンブン。骨骨ブンブンデッキです。はい、いや、いいよ。でも無理せず、これ諦めたかな、もしかしたら。諦めましたね、聞いた。いや、これはでも
いいプレーできてたんじゃないでしょうか。橋前のやっぱあの吹き矢ね、そう吹き矢を延命する、まあ何でもいいんですけど、このデッキだと基本的にアウトローか、まあ、スケブとかでもねいいけど、まあトリドラ持ってるから相手は、そうあの吹き矢を延命するアウトロー強いね。で吹き矢にタルババ咲くとアウトローガール生きるし、なんだゴブリンバレルも刺さるんで、そうタル使ってからのアウトロー、アウトロー、まあアウトローバレルバレルとか、まあアウトロー吹き矢吹き矢吹き矢とか、まあその辺のね、この辺のミラーがいいね。それまではなんかもうオーブンミラーでなんかのんびりしとこうぜっていう、オーブンミラーでのんびりしといて、こいつなんやんっていう、マジでこやこややんみたいな、なんかこや陰キャ引きこもりやんみたいな、そこまで思われんかね、と見せかけといて急に行くっていうね、相手が甘えた瞬間にね、あーこれホグかな、ミニペイコウモリウッドまでありそう、しっかりさあ、これはバレルにウッドを使わすことによってここの吹き矢が行きます。なんならバレルも行きます、いいんちゃう。あーでもいい吹き矢だな、早いね対応が、いやはい対応早っ。でまあクエイクかロケかで、まあ極まれのライトニングですけど、まあおーええんちゃう、これ吹き矢が天才になれる。16吹き矢はウッドでも死なないので、まあ今回吹き矢が一番大事かなーって気もしますね。でオーブンはねホグ嫌なんで1個上にしちゃうか。あファイボだ、あ待って、ファイボだったらまた話が変わって、そんな怖くない。あでもロッキー削りはされないんですけど、こっちの攻めが通んなくてみたいな。ファイボウッドのプリンホグってもうだって大砲引いたら、あ勝てませんになるんですよ。だからねデッキの完成度というか、デッキとしてはね、良くないんですよね。そう、良くないんですよ。僕からね、言わせていただくと。ないんですけども、多分負ける。すごい。なんか、プリンミニペロイホグの、これ、デッキあって、あれのホグ版っすね、マジ。まあ、どう刺すだろうな、ダメージ。うわうまっ、落ち着きすぎやないか。まあ結局はやっぱキョスケで世界を変えるしかないと思うので、あえあれホグいなかったっけ、あれあホグ、あホグ出てねえのか、あごめんなさい、僕が勝手にホグだっつってたんだ。普通のもうめっちゃ昔のデッキっすね。ただただ昔の。あーこれね、頑張れば、勝てんのか。ロケぐらい欲しくなってくるっすね。よいしょ、残るね。いやーギャング裏でお願い、でかい、いやーこれケチすぎたな今の。いやここのコウモリの使い方言ってうまいっすね。いやーこれファイボウッドやばいな。いや小物強え、ちょっと待てよ、バレルミラーかな俺の頑張るプランは。いやガチでもう昔すぎるっすね、クロロリーグのマジ1年目とかのデッキだかんな。いやこういうなんだろうな、めっちゃ鉄壁高回転鉄壁来ると
なんかね、やっぱ最近だとこういうデッキがいないからこその昔のデッキにしばかれる。さあ、まあ、ここには5。うん、まあこれはしょうがないな。てかまあデッキ全然わかんなかったな、これ。めっちゃ昔のデッキだ。そう、知ってる方は知ってる。大会で使ってたな、俺。そう、ギャングコウモリとかなんで。そう、ほんとゴールナイとかも、なんだ、スケドラとかでさえいない時代ですね。そう、トルネももしかしたらなかった。え、トルネはさすがにあったか。まあどっかですけども、ジャイプリとか、マジで古参デッキしかいない時代の時のデッキですね。久しぶりに見たな。今でも使ってる人いるんすね。さあ、ちょっと負けちまいましたが、ギャングコウモリね。懐かしいね。もう最近だと全部縦線なんでね。やっぱ縦線すごい優秀なんでね。裁判。なんて読むんだよ。リアル。わかんねえけど。さあ、ツイッターリンク貼ってんな。リンク。ああ、早っ。運ゲーやないかい。ほら、しばきまーす。まあ、マジアチャーきついですね、僕。うん。タルサイター。まあ、バレル。からのバレルみたいな。ちょっとダメージ稼ぎに行っちゃう。いやー、いい。いや、16バレルが、いいね。さ、CRL めっちゃ送ってくんな。人技かな？あれ違う。ロイホグか。いや、珍しいね。てか、ロイホグ、結構いるな。まあ、強いっすよね。だって、ロイホグ、一応、下方されたっすよね。下方されたけど、まあ、誤差みたいなとこあるからな。そう、ロイホグ自体は強いんですけどね。結局、最近のダクプリのエリジェイとか、環境にしばかれてる。あれ？さあ、一旦鉄壁アウトロー出して。これ辛いぞ、相手。さあ、しっかりたるわね。左右にずらします。キョスケが入るかな？タルババはね、左右にずらして、ウッドは前と奥にずらす。これ結構ね、もう最近だと常識になってきてるんでね、ぜひ意識してみてください。まあ、今のタルはね、これはタル、あ？ババ、あ？ゴブリンバレルはタルがなかったんで、相手のサイクルにね。いや、マジで、なんか、めっちゃ特殊な、メガナイトとか入ってそうな、三重詞とかね。ちょっと特殊な能力ですね。これ諦めたんですね。まあ、とか言ってもど真ん中に投げちゃうっていう。うぃ。あ、さ、あいつザップだったんですね。わ、でも、すごい。ババもいた。これ出た。よくあるある。ババ使ってる人、最後までババ出てこなくて、ババのせいで、手札回し悪い説をね、唱えたい。おい。さ、なんかザップ、タルザップババロフ。いや、これもなんかね、昔こんなホバーとか入ったデッキあったんすよ。なんか古参勢か今古参デッキ頑張ってる説あんな。なんかめっちゃ古参デッキに当たるっすね。そう、もう頑張ってるみんな、古参勢がね。もう古参デッキ強いのは強いっすけどね。ホグとかさ、なんだろう、他もまあ、コカツとかペッカ工場とか、昔からあるデッキはね、強いのはもうめっちゃ強いですけど、もう一歩間違うとね、いやー、すごい。エリジェイとかにもね、そう、やられちゃうんだね。いや、すごい、これは。来るよ。すごい。来る。やめてー。これ、ヤザップかな？ザップだけなら全然いいや。いや、斜め飛んでこないで。さあ、初手ゴレくんですよ。ガリガリくんみたいな。初手ゴレくん。さあ、来ましたね。これもう今、イケイケタイムじゃない？さあ、両サイン狙っていきます。
いや、ガールが竹取ってるこの間は結構ダメージ入るんだけど気にしてなさそうだな。なんか相手精神的なダメージはマジゼロだな、これ。いや、これザップだけだったらスケブスケブのができるんだけど、ちょっと怖い。まあ、やるか一旦。お、スーパーヒーローゴブリンマン、いけいけ。いやー、これダクネ攻撃速度上がったなよ。ラッキー強化ゲー強化目、本当にダクネのね攻撃速度上げるっていう、100ゼロでダクネ使いやん運営じゃなきゃあげないでしょ。あげようと思わないよね。もっとあるやろ。てかトレネザップだったっけ。おお、もう一個出てきた。いや、時間的には大丈夫だな。あー、落ちたな。でかー、マジででかい。ちゃん来るか。サオボン置いて、トライディだっても攻めることしか頭にないでしょ。どっちかにしかザップ出ないよ。そっちに打ったらバレルがだよね。おい、さあ、しばきましたね。はい、これ、いや、すごかったな。もうテンプレだから、もう立ち回りがテンプレでしたね。しっかりしてる、ちゃんとしたゴレ使いでしたね。さあ、ナイス。ということで、今日はこちらのね、まあ、強スキコツ、まあ、弱点とかもね、すごい多そうなのは多そうなんですけども、まあ、面白いかな。しかも、そう、結構使いやすいかなと思いましたね。皆さんもぜひね、この強スキコツやってみてください。よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。